この道家のチョコ様が廃課金フラマスのルンルンから春夏を騙し取りたいと、うん、17歳のキッズ女子のふりをして、うん、マネーの虎に応募してきます。荒野行動が大好きで、でわざと半端ない金額いっちゃったけど、コードだけ入力お願いします。はいどうも、ムジカです。これ架空請求じゃないですか。どうぞ、妨害してんな。シュールやな。神引き起きる気しかしねえ。大人なめんじゃねえぞ。添い寝パターンも取りますね。これはもうバレるだろう、完全に。はい、どうも、ムジカです。今回ですね、マネーの虎の企画に寄せた、まあ、ドッキリ企画なんですけれども、何をするかというと、チーム、道家の廃課金者さんの、まあ、メンバーさんからご提案いただきまして、その女性が JK のふりをして、チーム道家のルンルンさんとか、お願いをしたら、最高いくらぐらいまでゲットできるのかっていうところをね、検証したいと思っております。というのは、マネーの虎ですね、女性の獲得率が高くてですね、やっぱり男性は女性に弱いということで、マックスどんぐらいいけるのかっていうようなね、検証です。ぜひね、楽しんでいただければと思います。それではちょっとでも面白いと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンの方お願いしますということで本編どうぞ。この道家のチョコ様が廃課金フラマスのルンルンから春夏を騙し取りたいと、うんうん、17歳のキッズ女子のふりをしてマネーの虎に応募してきます。僕はそれを全力でサポートしてルンルンから春夏が奪い取れるようにするんで、頑張って巻き上げちゃってください。ちなみに道家のチョコ様とルンルンさんは知り合いではあるんですよね。サブアカかなんか使って知らないふりで行くってことですよね。そうですね。チョコ様ってバレてしまうとルンルンさんもちろんくれないから、キッズを装って声も変えて挑戦すると。声変えれないんだよな。どうしたらいい、どうしたらいい、マジでこれ頑張れ。ただそれバレないように桃太郎さん改め僕が全力でサポートして、フォローします。チョコ様にゲットさせ、それを山分けすると。それでチョコはガチャを回すと。完璧だね。ルンルンさんならいけるっしょ。ワンチャンいける。お前マジで本番こけるなよ。ちょっとストーリー作りましょう。高校2年生の JK ですと。高2の JK。 お小遣いもなくてバイトしてるんだけど、片親で自分のことは自分でしなくちゃいけないんで、定期とか携帯代とかは自分で払ってると。で、家の手伝いとかもして、唯一の楽しみが荒野なんです。なるほど、うん。だけど課金ができないから、なんとかお願いします。頑張ってるけど車が弱くてちょっと負けちゃうんです。それ定番のやつやん。それ定番のやつ。17歳とかあれじゃないの、あのガチャマンチーとか言ってたり。いやそういうのとは別の、いい子すぎても可憐でけなげで勉強も頑張ってて。頑張って、真逆。今回2人なんですけど、チーム道家ルンルンさんと桃太郎さんです。お願いします。桃ちゃん飛んだ今見た。ちょ、聞いてる、ま、見た聞いてる。桃飛んだ。あ、なんもない、はい、なんもないよ。はい、今日のチャレンジャーのミクさんです。お願いします。女の子じゃないですかこれ。あ、そう次回は女の子がいいっておっしゃってたんで。ヨーヨー道家、チケルンルン、チケ近づくな。ちょお願いします。ちょ、ビック道家マネーについに女の子が。何歳？早いから。17歳です。うわ、17歳。こんだけね、おじさんは3人で囲まれたらちょっと緊張しちゃうんで、繊細に扱ってあげてくださいね。了解です。はい、はい、簡単な自分の自己紹介とガチャ回したい理由を。今高校2年生でアルバイトしてるんですけど、実家片親で、アルバイト代は全部定期とか携帯代とかそういうのに使ってて、荒野行動が大好きで、うん、でも課金したいんだけどできなくて、うん、それは何、片親で何、家とかにお金入れてるんでしょ。家にお金入れてるんじゃなくて、自分の携帯代とか通学の定期代とかに使ってます。定期とかを買っちゃったら自分の欲しいものに使うお金がないんだ、ほとんど。そうですね。何が欲しいの、課金して。ゲリラとかも出始めてて、車のスキンが欲しいです。ああ、そういうことね。何が一番欲しいの、今回の。ああいうウサギとかマックラーレンが欲しいです。じゃあ今回のウサギでいいってこと。あれ確定で7万で手に入るのよ。あれは今日のマネーは金額の設定はいつもより高いの。希望金額はどれぐらい。希望金額は2万円で、うん、2万円ね。2万円でいいの。じゃああれでいいんじゃない、ピンク枕が手に入るまでとか。もういいじゃん。えぐルンちゃんいいの、マジで。7っすよそれだって。じゃあ7万円で。お前も行くな、行くな、行ったな。ルンルンさん優しいですね。え、ありがとう。あ、そうそう、ミク、あれルンルンさんのことは知ってるんだっけ。あ、知ってます。道家のルンルンさんと道家の桃太郎さん、2人とも知ってます。いいね、ちゃんと、はい、ゲリラとかまあ出てる
って言ってたけど、車で負けるからっていうとこ。車持ってなくてゲリラに出してもらえなかったりも、うん、ああ、もうそもそもね。じゃゲリラは出たいんだ。出たいです。ちょ見てくださいよ、この無料ガチャで当てたみたいなこの格好。ルンルンさん、ちょっと違うとこ見ます。ルンルンさん、こっちこっち、そっちにいないよ。ルンルン、こっちこっち。 いいじゃない、服着てるだけ。私おむつよ。変態みたいな格好です。まあ、それは褒め言葉だから。ルンちゃん、17歳にそんなこと言われたら興奮しちゃうね。なんかちげえな、いつもの。なんか男のキッズだったらさ、もっと詰めてんじゃん、いつも。女の子だからね。早くね、なんか展開。なんかもう聞くことないけどあげるみたいな雰囲気になっとるやん。転籍とかってか、どうなプレイスキルはどうなのか。ああ、なるほどなるほど。ボットよりかは強いです。じゃあルンルンさんより。それで強い。あんたでもゲリラ出て、うん、セダン手に入れるや強くなれるって、あんたはちょっと違うわよ。謙遜してたよね。遠慮してたよね。ということはこれは勝ち取れたら、はい、マクラーレンが出るまでの7万円使用しますっていうことでいいのかな。ありがとうございます。そうなっちゃうね。アカウント交換するとかさ、そういうことは今までに考えたこともないと。アカウント交換はあんまりしたくないです。自分のアカウント大事にしたいです。どうすんの、もうちゃん。ルンちゃんが全部出そうです。金額がでかいからさ、2対1で。2対1ですか。7万だからね、さすがに2対1で倒すぐらいはしてほしいですね。まあそりゃそうだよね。よし、それで行こうか。じゃあ行きますか。一回じゃあ皆さん抜けていただいて。はい、OK です。7いったよ、7。ね、心が痛いんだけど、ちょっと無理なんだけど。てか、多分でも負けるうちさ、弱いんだよな。最初、2-2かと思ったから、ちょろっと騙してやろうと思ったけど、でもなんか7万って言われたら、いやね。そうでしょ。え、でも、ちょっと待って、待ったら、ガチやべえやん。とりあえず勝ってくださいね。ちょっと合流しますよ。声作っといて、声。よっしゃ、じゃあ行きますよ。はい。お願いします。お願いします。お願いします。いや、これね、2対1とはいえね、もう、1人3万5千円だからね。本気で、ボットの力を見せます。緊張してる？2対1は結構かな。ミクはね、歌も得意だからね。マジ？ちょっとね、聞かせてほしいですね。え、ちょっと初耳です、それは。どこにいる？どこにいる？変とこにいましたよ。え、もうじゃあ本気でやろうね。じゃあ本気でやるよ、もちろん。そんなの当たり前じゃないですか。いやーね、まあね、あのね、ミクね、これね、大人だからといって負けるってないから、この人たち。おーっと、やばい、出てくる、当て、と抜かれたんだけど、やばいやばい。強い方倒した、強い方倒したよ。もうちゃん、どこにいた。ここ、この裏。当ててやられて、え、あ、死んだか。お、ナイス、ナイス。これでうまいって言ってるようじゃダメだよ。マジか。うんうん、マジか。はい。おーし。次ラスト。どこにいるの。あ、やばいやばいやばい。どうだ、一発。よし、これいけるっしょ。もう、じゃあ、ま、とつりすぎ、まっすぐとつりすぎ。ちょ、どこどこ。ちょっと右見て、左見て、渡ってるんだけど、ちゃんと。なんか撃たれた、どこ。え、どこだ。どこだ、どこ、どこ、わかんねえんだけど。あ、いるいる、キューラキューラキューラ。おお、ちょっとマジか、目の前いた、目の前いた。いやいや、ナイスナイスナイス。うわ、うわ、うわ、ちょっと待って待って、やられたんだけど。やべえやべえ。桃太郎さん結構強いからな、普通に。え、どこ。いやー、ちょっと1点を1試合で返したいな。ここは返したい。痛い痛い痛い。どこどこ。いけいけいけ、潰せ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 、いけいけいけ。うわー、どう、うわー、ナイス。うわー、負けた。桃ちゃん、ダメダメ、勝とう勝とう勝とう。もうちょ、マジで。え、これあるぞあるぞ。緊張する。ゲス。ちょ、ミク、ミク、あれプリテンダー歌えるっつってたじゃん、プリテンダー。ちょっと初、初耳です、ね。ちょっとミックさん、森のくまさんだけ歌ってもらっていい？え、なんでですか？ちょっと。じゃあちょっと音痴なんで。はいはい。多分、俺のフレンドにニートがいるんだけど、聞かせてやりたいわ、ほんと。え、マジ、聞かせた方がいい。あいつでしょ？名前出していいんかよ。いや、多分、動画だから名前出しちゃダメだった。同じでしょ、同じでしょ。働けるぞ。あ、待って、当たんない当たんない。待って待って、どこ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 にいるどこにいるどこにいるの。おー、どっかいるどっかいる。ちょわざとわざとじゃないって。いや、マジマジ。え、これあれだよ、もうミグミグ、これルンルン倒したら7万だよ。やばっ。ルンちゃん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 、やばいやばいやばい。え、頑張れ。右見て左見て信号渡って。うわっ。え、え、いや、勝った。
え、違う、今のは違う、今のは引っかかった。やばい、取った7万ゲット。やば、言い訳抜きで7万円獲得ということで大丈夫なんですか。獲得です、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ちなみに何カップですか。ダメ。ちなみに経験人数かける1万円。ダメ。そんなことじゃないから聞いてたでしょさっきの。家にお金入れてんだよ。経験してないから。大事なこと聞き忘れてた。彼氏いんの。いや、いないです。あ、じゃあいいや、全然いいや。危ない。オッケーオッケー。じゃあルンルンさん、マタロさん、ちょっと今日の感想。今回ね、こうやって2人でまあ半端ない金額いっちゃったけど、こういうガチャもありましたし、ミクちゃんもね、いろいろ頑張ってるみたいし、リアルもコウヤもこれからも頑張っててもらいたいです。ありがとうございます。でも桃太郎さんも、まあどこまで行っても男ってこういう生き物だよね。だって絶対これ相手が小学生の男の子とかだったら絶対出してないから、ね、もっと詰めてるし。そんなことないよ。これは可愛い男の子でも暴言キッズでも態度次第だけどね、考えて出したかな。まあまあ、ね、ミクさん最後に一言締めてください。緊張したけど勝ててよかったです。ありがとうございます。今回さ、特殊な撮影だったじゃないですか。逆にもう今渡してガチャ引いちゃえば。あ、この後。この流れでいつも持ってたんですけど、みんなと一緒にリアクション聞いた方が面白いですもんね。ミク引くじゃあもう。行きます。はい、これ5万円。ミクちゃん打ってないこれ。やばい。これ5万チュンガだよ。金を打ったらいい。この5万やって、あと2万を僕が送ればいいですね。もう結局な、服のガチャと月ガチャな、結局引くんかな俺。打てましたかミクさん。まだで。あ、ちょっとじゃあ一回相談しますか。茶漫画で引くのちょっと意味ないかも。そっか。なんて言おうか。これでなんかディスコだけ繋いで取ればいいんじゃないですか。一回抜けてガチャ引いちゃって、服装変わるじゃないですか。ガチャ引いてたら勝手に。名前変更も出たんで、名前も変えましたみたいな感じで。本垢で入るってことですか。本垢で。その引いた後。引いた後にってこと、うん、引いちゃってるから、印象って感じで、うん、チョコでしたって感じで言ったらいいんですか。そうっすね。ちょっとじゃあ一回合流しましょうか。とりあえずじゃあ打ち込んでもらって、あれミク、こうやっちゃ、はい、落ちちゃった。あ、とりあえずまあいいや、ディスコ繋がってりゃいいや。じゃあもうコードだけ入力お願いします。まず、はい、この道家のチョコ様が配課金クラマスのルンルンから春夏を騙し取りたいと、うんうん、アルバイト代は全部定期とか携帯代とかそういうのに使ってて、はい、荒野行動が大好きで。どこにいるの。どっかいる。わざとじゃないって。いや、マジ。今回ね、こうやって2人で、まあ、半端ない金額いっちゃったけど、ミクちゃんもね、いろいろ頑張ってるみたいし、リアルもこうやん。これからも頑張っててもらいたいです。ありがとうございます。コード？入った？コードは入らないです。え？どういうこと？多分もう一回使ってもこのコードは使えないよ。お前チョコだろ。どういうことですか？ちょっと待機しててね、チョコ。じゃあそっちの中でインしとくわ。うん、よろしく。はい。はい。ちょっと呼びますね。はい、ということで、ルンルンさんお疲れ様です。お疲れ様です。ルンルンから金奪おうぜ、おーみたいな感じで今解散してます。これを見ていただければ分かる通り、ルンルンさんはこのドッキリのことをもう全て把握していて、チョコさんだと分かってて、彼女が17歳のふりをしてるのを笑いをこらえながら見てるっていうような。どういうこと？そういう感じね。え、どういうこと？え、なんですか？誰ですかじゃねえ、働けよ。そういう感じね。ドッキリでした。逆にってことね。逆だよ、逆。で、コードは入ったの？コード使用済みだったよ。いかがでしたでしょうかというようなね、二重ドッキリの企画でした。チョコさんにはね、申し訳なかったんですけれども、まあ多分桃太郎さんはあの後説教されてると思います。次からね、チョコさんがマネだったらあのね、虎としてね、加わってね、くれくれをしてたんだけど、逆にキッズに配る立場で、次登場しますんで、ぜひね、そちらの方もね、期待いただければと思います。ということで、配課金者さんにね、こんなドッキリ仕掛けてほしいものがあったらね、教えてください。ということで、ちょっとでも面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Twitter、公式 LINE、あとディスコグループもやってますんで、すべて概要欄に書いてあります。ということで次の動画でお会いしましょう。